はい、どうも、はじめまして。スタンドバイシネマチャンネルの塚原奈子です。よろしくお願いします。はい。このチャンネルですね、新旧問わず色の映画は感想や考察を行いながら、時折ゲストさんをお招きして色んな企画に挑戦していこうという映画チャンネルでございます。よろしくお願いします。はい、というわけで早速見てまいりました。新海誠監督の最新作、スズメの戸締まりレビューでございますよ。いやーね、天気の子から3年ってことで早いですね。てか、3年でもこんなすごい映画作られたっていうのはまずびっくりですけども、まあ、そもそもね、まず、今回映画館に行ってびっくりしたのが、まあ、めちゃくちゃ傷入ってましたね。びっくりしました。東方シネマで新宿で見たんですけども、ほとんどの映画で、まあ、ね、言われてましたけど、スズメの戸締まりばっかりやってた中で、それでもなおかつ、まあ、パンパンですから、まあ、ブラックパンサーとね、公開が被っちゃったんで、そういう意味でもロビーとかすごい混んでるのあるんですけども、まあ、パンパンでさすが、新海誠監督っていう映画監督としての力がねこんなにあるんだって改めて思い知らされて、いや素晴らしかったですね。はい、ということで今回はですね、とりあえずこの見た感じの、まずあのいろんな考察とかねいろいろあると思うんですけど、まずこの僕の思いをババッと言わせてもらおうと、感想ですね、言わせてもらおうと思ってます。で、前半はネタバレなしレビューで、後半はがっつりネタバレありレビューに踏み込んでいくんで、後半はねぜひとも映画を見てから見ていただけるといいかなと思っております。はい、というわけでまず前半のネタバレなしレビューの方でいこうと思います。いやー、皆さんどうだったでしょうか。いやー、今回も素晴らしい圧巻の映像美。もう新海誠監督ってのはまずね、映像美っていうのを挙げられると思うんですけども、ほんと天気の頃は3年ですよ。3年でここまでのクオリティを作るっていうのは相当ね、素晴らしい。スタッフと言ったら思いとか熱がこもってないとできないっていう中で、いやー、すごかったですね。もういいワンシーンワンシーンが目が離せないっていう。もうね、それだけでもう十分満足なんじゃないかっていうぐらいの。で、毎回ね、音楽もコラボしてるラッドウィンプスさんのね、音楽もね、今回とてもね、丁寧にね、自然な形で使われてました。それもね、あとのネタバレありの方でね話したいと思ってますが、さりげない感じで使われてて、とても映画としてね、結構これまでがね、それは君の名はとかね、天気の子がもう言ったらミュージックビデオ風っていうね揶揄されちゃうこともありましたけども、今回もとても分かりやすくストーリーで見せていくっていう方向に新海さんがね舵を切ったなっていう風に分かるようなロードムービー的映画、会話とねストーリーとキャラクターで見せていくっていうね、本当に映画らしい映画になってるなと僕は思いました。はい、あとこのね入場者特典でもらいました。この新海誠本がね、これがね、これいつまでもらえるんですかね。これがね、とてもね、圧巻のクオリティでございまして、これすごいですよ。これいつまで本当に村井内皆さんぜひとも映画館行ってほしいですけども、と、これにほぼ書いてある。もう企画書全文から書いてありまして、なぜこういう映画を作ろうと思ったのかっていうね、とこまでしっかり書かれてて、これがあればほぼね、パンフレットいらないんじゃないかっていうぐらいのクオリティなんで、ぜひともこれを手に入れていただいて、新海誠ファンは特にね、これでさらに情報を補完できてしまうっていう感じなので、すごいね、もう親切設計だなと思いました。コロナ禍にね、作られた映画であるので、でも言いました、ロードムービー的なね、日本のいろんな風景を見せていくっていうだけでもね、映画としての力は十分あると思いましたし、こっちもね、ある意味ちょっと旅行してるような気持ちになるし、やっぱ外に行きたいなって気持ちもさせてくれるようなね、単純にね、その辺でもシンプルに、まず見て楽しいって映画にもしっかりなってましたね。でね、もちろん今回声優を務めました原菜乃華さんと松村北斗くん、この二人も良かったですね。特に個人的にはね、松村北斗くんめちゃくちゃ良かったですね。あの自然な感じっていうか、ちょっと一見闇っぽいんですけど、実は闇がなくてすごいいいやつみたいなキャラクターをとてもねうまく表現してて、いやー良かったですね。このファンじゃなくともファンになっちゃうぐらいのとても表現力豊かでね魅力的なお二人でございました。この映像美がね本当に素晴らしいので、ぜひともできたら IMAX とか見てほしいし、まあそういうね劇場が近くない方はなるべく大きいねスクリーンがある劇場でぜひとも見ていただきたい。もう本当に隅々まで目を奪われるとはこのことっていうようなね、圧巻のクオリティと隙のない作り、まあちょっとねいろいろ思うとこは思うとこであるんですが、あるんでそれちょっとネタバレありの方でねじゃないとちょっと語れないので、とにかくね、まあ間違いなく見ては損ない映画ですので、とてもね前向きな映画になってますんで、見ていただいて力を得ていただければいいのかなと思っております。はい、というわけで残りはねちょっとネタバレありの方で話したと思います。じゃあ次はネタバレありレビューの方をお楽しみください。どうぞ。はい、というわけでですね、ネタバレありレビューの方に踏み込んでいこうと思います。いやー、皆様いかがだったでしょうか。個人的にはね
難しいと思っちゃいました。はい。というわけで、何かっていうか、大体見た方は同じような意見を思うんじゃないでしょうか。まずね、やっぱり扱ってるテーマがね、結構重いんですよね。これね、劇中ではね、しっかりね、固有名詞は言われてないんですけども、どう考えても東日本大震災の話になってくるわけですよ、後半ね。もちろん3月11日の日記をめぐるみたいなシーンも出てきますから、で、小説版の方ではしっかりね、東日本で起きた震災っていうね、のが明記されてるので、これまでの映画と違って、君の名は災害をなんとか止めようとする物語でしたね。で、さっき天気の子は災害ってものをまず受け入れるって話でしたね。で、今回のスズメの子は、災害が起きてしまった後、どう生きていくかってお話でした。それを言ったら災害を扱ったと言ったらね、新海誠監督の三部作と言っても間違いないのかもしれませんけども、一番強く思ったのは、天気の子、君の名は、まあ、言ったらフィクションじゃないですか、完全にね。まあ、インディペンデンスデーとかね、宇宙戦争とかね、ああいうものを見てると感覚と個人的には変わらなかったんですよ。ですけど、本当の事件とフィクションを描くっていうのは、ショッキングとはかなり大きく違うんですよ。で、やっぱ体感して劇場が、あ、そっちの話持ってくんだって、途中から分かってくる展開だったじゃないですか。中で、やっぱりだんだんちょっとね、空気が沈んでいくのがどっかドライブしていかないっていうか、気持ちが、そうだよね、そっち持ってくのかっていう風に、ちょっと沈んでいっちゃうような映画だったなってまず思いました。でもそれが物語の緊張感としてとても効果的に作用している部分は大いにあったので、決して悪いことではないんですけども、あ、なんかちょっとね、映画としては盛り上がりがちょっと一個落ちちゃうような感じがする作品でございまして、だからといってね、実際あった事件を描いちゃいけないのかってことと話は別だと思いますし、それこそ、ちょっと2016年かな、この世界の片隅にっていうね、片渕綱監督の映画がございましたけど、何が話が違うんだってことを言えばですね、まあ、あれは70年ぐらい前の広島のね、言ったら原爆投下の実際にもちろんあった事実を描いたお話、それはもちろんアニメーションにちょっとね、柔らかく表現にしてますけども、あれこそむちゃくちゃ日本人からしたらショッキングな事件だったわけですし、まず何が違うのかって言えばですよ、まあ、この世界の片隅にっていうのは、もう、見る前から宣伝の段階から明らかに我々は分かってるわけですよ。その戦争を描いてるっていう、広島っていう原爆の話を描いてるっていうのを分かってる状態で観客が見に行くって言ったら、ちょっと心づもりがあるじゃないですか、まずね。そういうのはある中で見ていくっていう映画と、やっぱそれを知らないで、まあ、それはサプライズ的要素として隠していたんですけどね、あえて。で、それもちろん新海誠監督のプロモーションだったと思うんですけども、知らないで見に行って知らされていく、ちょっとショッキングさっていうのは結構大きく違うなと僕は思ったんですよ。それはまさしくね、主人公のスズメちゃん同様、物語へ進むにつれて、あのフラッシュバックのシーンはあれだったんだ、そうか、だからああいうところに船が上に乗っかってるんだとか、それは本当に主人公の心とリンクしていくっていう上手い作りではあったと同時に、なんだろう、手放しにうわーっと乗れる映画ではないなと思ってしまいました。で、さっきも言ったこの世界の片隅には、言ったらまあ70年ぐらい前のお話、75年ぐらい前のお話じゃないですか。で、この東日本大震災はね、劇中でも言われてましたが、11年前、12年ぐらい前の、まだね、まだかなり傷が癒えてない状態のお話で、まあよく言うじゃないですか、時が傷を癒してくれるっていうようなことがあるぐらいですから、時間が経てばちょっと風化していく、しかもそれを受け入れやすい体制になるっていうのは、やっぱ人間の本質としてね、あると思うんですけど、やっぱりね、それがやっぱり10年前とまだちょっと早いっていうか、もちろんね、傷が完全に癒えることなんて絶対ないんですけども、ね、僕はその東日本大震災の時に、たまたま、もちろん東京に今住んでまして、東京で、揺れを感じて、もちろんそこまで大きいね、被害はなかったわけですけども、本当すぐ直後にね、ボランティアに行ったんですよ。福島とか宮城の方に、それこそね。そしたら本当に劇中でもね、出てくるような、いろんな本当に家が崩れてるとか、本当にこのマンションのここまで水位が来てた、と波が来てるっていうね、跡が残ってないとか、それこそ街のど真ん中にもう魚の死体が落ちてるって、もうそこまで、つまりそこまで波が来てたってことじゃないですか。魚が死んでるみたいな状況を目の当たりにして、結構本当にショッキングな状況だったわけですよ。で、僕は本当にただ本当にね、そんな大したこともしてないし、ボランティア行けただけですけども、それでも結構その映画を見てて、うわ、辛いなっていう思いがあったんですよ。もちろんお話的に、そういうのを乗り越えて、やっぱそれでも明日はあるよって、未来に開かれた映画だったんですけども、荒療治すぎるかなってちょっと思いましたね。スズメちゃんはそのトラウマ的な要素を一旦封印してて、最終的に自分のトラウマと向き合うってお話だったと思うんですか。それは結局無理やりトラウマって傷を開かせて、うまいこと戻れたら治療できたからよかったねって、そうじゃない人もいっぱいいるっていう中で、この作品はちょっとリスキーすぎたかなって個人的には思いました。
まあ難しいところですよね。僕自身がね、本当先ほど言いました東京の人間なんで、まあ何を言ってんだって言われたらそれ前ですけども、でもこのね、先ほど言いましたこの新海誠本の中にもしっかり書かれてるんですけども、逆に今作らないともっと風化してしまうと。で、すでにこのスタッフというか、あとキャストの中ではその震災の記憶がない方もほぼいらっしゃるみたいな感じで書いてたので、確かにそういう一面もあるんでしょう。それよりも絶対数として傷をさらに広げてしまう可能性があるんじゃないのかなって思いましたけど、皆さんはいかがだったでしょうか。だってね、奇妙なとか天気の子はテレビでも何回も見ましたし、何回も見たいなって思うシーンもいっぱいあった作品の中で、これはちょっとすぐには見たいかなって言われたら、僕はうーんって首ひねっちゃうような感じでございましたね。もちろんそうじゃない方もたくさんいるし、別に面白かったって方をね、別に否定してるわけでは一切ないんですよ。ないんで、ただ僕の個人的な意見ですからね。前半でも言いました、今回ラッドウィンプスさんの曲がね、これもすごい浅い意見言いますよ。浅い意見言いますけども、今まで君の名は天気の子って、ね、ラッドウィンプスさんの曲をもうバリバリ劇中で使って、なんかミュージックビデオだみたいな風に揶揄されることがあって、多分それはね、ちょっと新海誠監督がちょっと違う風に今回振ってきて、もちろんラストとかね、しっかり使えてましたけども、あんまり劇中で、セリフがあるっていうか、歌詞がある曲を使ってなかったじゃないですか、ラッドウィンプスの。で、今回それはそれで先ほども言いましたし、映画として本来のね、物語とストーリーだけで進んでいくっていうね、構造としては良かったと思うんですけども、物足りなさは正直感じちゃいましたね。いつ、ラッドウィンプスの曲かかるんだっていう思いがある中で、片透かしをずっと、あれかかんない。わかんないみたいなのが続くので、ちょっともったいないなと個人的にはね、思っちゃいました。だってたけしさんがね、映画作るときに久石譲さんの曲を使うように、僕はね、もうなんか別に新海誠さんは毎回ラッドウィンプスさんとゴリゴリ曲をコラボさせて、劇中に流してても、それはそれで映画としての、ね、間違いなくエネルギーになってるんで、それが一個あれば、さっき言ったようにもうちょっと、映画としてドライブした瞬間があったのかなと思いましたし、まだまあ、その本当にね、もうすごい浅い意見ですいません。これはね、めちゃくちゃ一ファンとしてね、そういうシーンが見たかったなっていう感じではございました。はい、というわけでね、まだまだ語りたいことはたくさんあるんですけども、そのね、大臣がね、どういう本当役割をしてたとかね、あるんですけども、それはね、ちょっとまた考察レビューの方で上げておこうと思いますんで、まあ今回は見た直接の思いっていうことをね、伝えればいいかなと思って動画を撮りました。はい、というわけで皆様いかがだったでしょうか。特にね、僕が気になるのはね、もうやっぱ東北の方々がこれを見てどういう気持ちになっちゃうのかなっていうところだったと思うんで、ぜひともね、もしそういう方いらっしゃれば感想を上げていただければ、コメントとかね、いただければいいかなと思っております。はい、というわけでまたこうやっていろんな映画の感想や考察を上げながらレビューを行っていこうと思いますね。よかったら高評価、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。いや、面白かったですよ。もうとても素晴らしいクオリティでした。でもやっぱりこの映画とリアルな震災っていうね、相性の難しさ感じましたね。はい。